続いてみんなのスポーツです。週末ついに開幕した J リーグ、上福新監督率いるサンフレッチェの船出は幸先のいいスタートとなりました。楽しみに来ました。今年の一発目でかなり勝ってほしい。得点力に期待。テラセインマヤスイケソウゾウ。地元エディオンスタジアムで迎えた J リーグ開幕戦、スタジアムには1万7000人を超えるサポーターが詰めかけ、上福サンフレッチェを後押しします。主導権を握ったのはサンフレッチェでした。前半16分ディフェンダーの千葉、21分にはドリブルから柏がシュート。さらに2度の人体断裂を乗り越えた佐々木がヘディングで相手ゴールに攻め込みます。すると28分、柏のクロスに合わせたのはティーラシン。これが J1 でのタイ人選手初ゴール。タイの国民的スターがデビュー戦でその実力を発揮します。1点リードで迎えた後半、押し込まれる場面が増えるもコンサドーレに得点を与えません。上福サンフレッチェティーラシンの決勝弾で初陣を見事勝利で飾りました。生まれ変わるスタートなんだということを示す意味でも勝ち点3というのはどうしても欲しかったです。そういう意味ではそのミッションをクリアできてよかったと思います。ครับก็ดีใจครับที่นัดนี้เป็นนัดแรกของผมในเจลีกแล้วก็ทำประตูได้แต่ว่ารายละเอียดในเกมอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอย่างที่มันยังทำได้ไม่ดีเลยまた J1 で皆さんと戦うこと一緒に勝ちを喜び合うことっていうのはね本当素晴らしいことだと思うんでこれを続けていきたいと思います。上福監督初戦白星ということでね、まずは本当に嬉しいですけれども、ティーラシン選手もあの期待に応えて、本当ですよ、すごいですよね。もういわゆる持ってる選手っていう感じですよね。はい、ますます強くなってほしいですね。はい、さてそのタイの英雄とも称されるティーラシン選手の鮮烈なデビューで今年のサンフレッチェ少し違ったシーズンとなりそうです。その影響を取材しました。今シーズンの開幕を迎えたエディオンスタジアム、スタジアムには遠くタイからティーラシン選手を見ようとやってきた観光客や広島に住むタイ人留学生などが詰めかけました。ティーラシン選手の加入でにわかに沸くタイ選手フィーバーに、会場ではタイ国旗の手旗1万数千本がサンフレッチェサポーターに配られました。最高です。またこの盛り上がりに広島からタイへ旅行してもらおうと、タイ政府の観光庁も PR ブースを設けて売り込みに余念がありません。タイ行きたい。できたらサンフレッチェが ACL 行った時についでに行きたいなっていうのはあります。これから日本とタイの双方で相互の興味関心が湧いてですね、相互に観光客が来ていただけるような環境になればですね、結果的に地域経済の活性化につながるというふうに思ってます。そんな中、タイの旅行会社もティーラシン選手のサンフレッチェ加入をビジネスチャンスと捉え、開幕戦に合わせ視察団を組んでやってきました。一行は岩国の錦帯橋や広島の宮島など近郊の観光スポットを見て回り、試合観戦と観光をパックにした商品、旅行商品の開発を目指しています。คือทางนี้ก็ทราบวัตถุประสงค์ที่เรามาใช่ไหมคือเราทำสองอย่างด้วยกันก็คือฟุตบอลการท่องเที่ยวก็คือสปอร์ตและทัวริซึมเนี่ยเราทำด้วยกันในนามสมาคม。その開幕戦、ティーラシン選手だけでなく北海道コンサドーレ札幌にもタイ人選手のチャナティップ選手が所属。スタジアムではたくさんのタイ国旗が振られ、これまでのサンフレッチェの試合にはなかった光景となりました。試合はティーラシン選手が鮮やかな先制ゴール。タイの英雄が異国の地で活躍する姿にスタンドの視察団も大興奮。タイの首都バンコクで行われたこの試合のパブリックビューイングでもティーラシンファンが歓喜の声を上げました。さらに試合後にはティーラシン選手がわざわざタイから訪れた人たちのサインの求めに応じていました。ในฐานะตัวแทนของคนไทยนะรู้สึกปลื้มมาก
กับคนไทยที่ทำประตูแรกได้มีความเป็นได้อย่างแน่นอนนะฮะเราในฐานะของผู้ประกอบการในฐานะของสมาคมท่องเที่ยวไทยเนี่ยเราหวังว่านะฮะยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกหลายคนที่อยากจะมาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ควบคู่กับการดูกีฬาอย่างฟุตบอลที่เป็นลีกสูงสุดของประเทศนี้ด้วยさらに広島バンコク間の直行便が復活するようになればですね、その動きはさらに加速すると思いますし、究極的にはそういったところを期待しています。にわかに湧いたタイブームに関係者はさらなるタイとの交流を期待しています。長期的な経済のつながりになっていくんでしょうか。さてこの後は天気予報で。この週末 J リーグが開幕しました。サンフレッチェは初戦を白星で飾りました。決勝ゴールを挙げたのは新加入のティーラシン選手です。はい、いきなり実力を見せつけたタイの国民的スターの獲得にはチームの戦力アップに加え経済成長を続けるタイの市場を狙ったビジネス戦略がありました。2018年の開幕戦はこれまでとはちょっと違った雰囲気に包まれました。エディオンスタジアムにはタイの国旗を持った日本人サポーターや広島に住むタイ人が詰めかけていました。お目当てはタイから新加入したフォワードティーラシン選手です。タイのサッカー協会で英雄と呼ばれるティーラシンをみんなで応援しようという広島タイ交流協会の呼びかけに応じて会員たちも集まりました。ここは来たのは初めて。はい、初めて。初めてです。はい、英雄です。英雄頑張ってほしい。ティラシン頑張って。頑張って。頑張って。ティラシン、ツースタジアムに来ていたのは広島に住むタイ人だけではありません。こちらは開幕戦に合わせてタイからやってきた旅行代理店やメディア関係者の一行です。サンフレッチェの試合観戦をメインにした日本へのツアーを企画しようとしている現地の旅行会社の招きで広島入りしました。前日には平和公園も訪れました。ในมุมมองผมผมมองว่าสปอร์ตแอนด์ทัวริซึมเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่เราต้องมีการจัดการที่ดีก็คือในวันที่เราไปดูแมตช์เนี่ยนะก็ควรให้เวลาเทน้ำหนักไปที่เรื่องของการชมฟุตบอลแต่วันที่เหลือในระยะเดินทางเนี่ยเราก็สามารถไปท่องเที่ยวโดยรอบหรือว่าไปจังหวัดที่ใกล้เคียงได้ฉะนั้นมันทำด้วยกันได้実はこうした動きはサンフレッチェが狙いとしているものでもあります。ティーラシン選手の加入にあたってタイでのファン獲得のためタイ語によるフェイスブックページを開設。フォローする人の数は1ヶ月で7400人を超えました。タイでのファン獲得によりサンフレッチェでは現地でのグッズ販売やタイからの観戦客を増やして広島の経済活性化への貢献につなげたい考えです。狙いはそれだけにとどまりません。チームのスポンサーを含む広島からタイへ進出しているおよそ70社の企業の現地ビジネスの支援も視野に入れているのです。シーズン前のタイキャンプの際にはティーラシン選手が地元企業の現地法人を訪問。ゆくゆくはタイで絶大な人気のあるティーラシン選手を現地で放映するスポンサー企業の CM に起用するプランなども描いています。この取り組みには経済成長するアジア市場の開拓に力を入れる J リーグも期待しています。例えばクラブの露出が現地で生まれるのでそこにタイの企業が例えばスポンサーで協賛につくとかですね、はい、あとはタイからお客さんが実際に広島に来てスタジアムに来て試合を見てもらえるそういうインバウンドにつながるような動きとかですね。注目のティーラシンは2トップの一角として先発しました。そして前半28分、柏のクロスに頭で合わせてゴール。この得点が決勝点となりティーラシン選手はタイ代表で42ゴールを挙げた実力を証明しました。
すごい嬉しかったです。タイ人にとってはもうすごい、なんだろう、感動しますね。ビーマーครับเจสิดังดาครับ The best ครับ in Thailand。 皆さん、ファンの人もね、これでね、もっとね、あのスタンドに足を運ばれるんじゃないかと思って本当に喜んでます。でもちろん勝ったいうことはね素晴らしいんだけども、しかもそれ の得点がねティーラシンが入れたと、なんか出来すぎというか物語がね、今年1年間のサンフレンチェの明るい感じが見て取れたし、タイの旅行会社の一行も手応えを感じたようです。宮島や福山なども視察した上で、今後サンフレッチェ観戦と観光地巡りをパックにしたツアーを売り出す予定です。เอาพูดจริงคือมันเปิ่มมากทุกคนยิ้มแบบรู้สึกว่าที่เนี่ยให้เกียรติกับคนไทยเป็นอย่างมากแล้วทุกคนก็เรียกมุ้ยซังนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญต่อนักเตะชาวไทยคนนี้เป็นอย่างมากดีใจครับดีใจ期待の選手が結果を出してくれて今後ますますゴールを奪ってもらうことをですね期待してます。さまざまな期待を背負ったティーラシン選手のゴールで開幕白星スタートを切ったサンフレッチェ。対戦略の船出にも弾みがついたようです。ビジネス的にもいいお話も頂戴してますしですね。それをしっかり形にして、またタイの方からもたくさんのお客様をお越しいただけるように努力していきたいと思ってます。はい、でこちらがタイで行われましたパブリックビューイングの様子ですよね。いやものすごい人がいますし、もうサンフレッチェのユニフォームを着ている姿がなんだか嬉しいです ね、はい、これをやっているのは実はサンフレッチェの独自展開ではなくて、アジア戦略を考えている J リーグ全体のこう展開の中の一つだということなんですね、はい、でもう一つご覧いただきたいんですが、こちらグッズ売り場の様子ですね。ティーラシン選手もいますね、はい、日本人の選手がサッカーのヨーロッパリーグメジャーリーグに、ね、野球挑戦したように、日本のこうグッズが、ね、たくさん売れましたし、現地に観戦行く人も多かったですもんね。そうですね、タイにスポンサーもつく可能性もあるということなんですよね、はい、あるということなんですね、ということで、サンフレッチェとしてはですね、タイでのグッズ販売の直接的な収入増に加えて、広島のスポンサー企業の支援、タイからスポンサー獲得など広くビジネス拡大につなげていきたい考えだということです。ましては週末の他のスポーツです。今年はタイトル取ってください。応援してます。サンフレッチェ今年は優勝。テレテンソーソー、テレテンソーソー。今年はどんなサッカーを見せてくれるのか。リーグ開幕戦で新生サンフレッチェの復帰組が攻撃のリズムを作ります。前半12分、岩田へのレンタル移籍から帰ってきた川辺のコーナーキックに佐々木が飛び込みます。2度の手術を乗り越え、706日ぶりの復帰戦でエンジン全開、駆けつけた1万7000人のサポーターに勝利を届けたい。川辺の意表をつくショートコーナーから柏がクロスボールを上げると、飛び込んだのは再び佐々木。惜しくもポストに嫌われますが、怪我からの完全復活をアピールします。前半28分、柏が左サイドでボールをキープすると、パトリックがペナルティエリアで相手を引きつけ、フリーになったティーラシンがヘディングシュート。コンビを組んでまだ3週間の助っ人ツートップが機能し、待望の先制点を奪います。ここまで攻め続けていたサンフレッチェ、リードした後は守りに意識を切り替え、攻撃シーンは減りましたが、ゴーグルを守り抜き試合終了。上副監督がまだ発展途上と話すチームで最高のスタートダッシュを切りました。ここから始めましょう。もっと良くなりましょう。もっと強くなりましょう。お願いします。テレビアスポーツです。さて、サンフレッチェは先週の土曜日、地元エディオンスタジアムでいよいよ開幕戦を迎えました。札幌相手に見事な勝利を挙げています。ご覧ください。上副体制船出の開幕戦、前半28分でした。左サイドから柏のクロスにティーラシンが頭で合わせて先制します。デビュー戦で J1 初の対戦手のゴール、注目を浴びる中で結果を出す、これぞタイの英雄です。
1点リードの後半、ベンチコートを羽織って指揮していた上福監督、終了間際にコートを脱いでその時を待ちました。開幕戦勝利の笛が鳴ってトレードオブワークのガッツポーズ、獲得へと収まりました。早く勝ち点3が欲しかったですし、それが1試合目にして勝ち点3が得れたので、今後は本当に伸び伸びプレーできるかなと思います。また1週間いい準備して、また勝ち点3を得られるように、しっかりやっていきたいなと思います。はい、上福監督のガッツポーズ、ね、はい、いただきましたけれども、熱いですね。ね、でもその中でティーラシン選手、土曜日の試合では1本のシュートだったんですけど、はい、その1本のシュートを見事にゴールにつなげたということ で、高さもあったんですけれども、その前にこうディフェンダーを剥がしてもうフリーの状態でヘディングを決めるという、まさにあそこにこうゴール前の嗅覚というのも感じられましたよ ね。見事な勝利でした。はい、以上テレビ派スポーツでした。さあ、では続いてサッカー行きましょうか。そうですね、いよいよ開幕しましたサッカー J1、 サンフレッチェ広島です。はい、サンフレッチェ、おとといのシーズン開幕戦、こちらの選手の活躍がありました。新たに加わったタイ出身のティーラシン選手、ゴールも決めてくれました。3年ぶりの開幕白星スタートです。サンフレッチェは上福新監督のもと3年ぶりの開幕戦勝利を目指します。タイ代表でも実績のあるティーラシンを応援しようと、サポーターにはタイの国旗が配られました。新加入のティーラシン選手、ティーラシン選手に、ティーラシン選手のゴールで勝つぞ。出身地のタイではパブリックビューイングが行われました。試合は序盤からサンフレッチェのペース。前半28分、柏からのクロスボール、ティーラシンが早速結果を出しました。ボールに合わせただけという J リーグ初ゴール。後半に入るとコンサドーレに攻め込まれる展開になります。4人行ってシュートコースを消しに行きました。サンフレッチェ広島、苦しい中でも守りは最後まで集中を切らしません。サンフレッチェはティーラシンの1点をしぶとく守りきり、白星スタートです。ดีใจครับที่ยิงประตูได้แต่ว่าเนี่ยนอกเหนือนั้นอะไรเงี้ยคือวันนี้ทีมชนะอะไรเงี้ยก็มันเป็น1ประตูที่มันมีความหมายสําหรับผมここから始めましょう。もっと良くなりますよ。もっと強くなりましょう。初戦にしては本当によくやってくれたなというふうに思ってます。相手にとって怖いところにもっと入っていってほしいという意味では、もっともっと伸びていく、伸びうる、伸びしろのある選手なんじゃないかなというふうに思ってます。いや、早速決めてくれましたね。そうですね、期待に応えるところはさすがですよね。何かこうゴールが生まれて真のチームの一員になったような、そんな感じもしました。そうですね、いいスタートが切れました。さあ、こんばんは、JSA スポーツです。まずは土曜に開幕を迎えたサンフレッチェ、期待のティーラシンの鮮やかデビュー弾で白星発進です。巻き返しのシーズンに挑むサンフレッチェの開幕戦、新加入のティーラシンを後押しすべくスタンドではたくさんのタイの国旗が振られました。その注目のティーラシンも先発出場、スタジアムの後押しを受け攻勢に出るサンフレッチェ。佐々木のクロスにディフェンスの千葉が飛び込みますが、これは惜しくも決まらず。26分には
ショートコーナーからゴール前に飛び込みますが、ポスト直撃、決めることができません。その嫌な状況を打破したのがこの選手。28分、左サイド柏のドリブルからそのクロスにティーラシン。Jリーグデビュー戦で鮮やかゴール。柏のピンポイントクロスに狙いすましたヘディングシュート。見事なゴールに上福監督もこのガッツポーズ。1点を先制します。その後主導権を札幌に奪われますが、このピンチも佐々木。2度の大怪我から復活した佐々木のブロックで得点を与えません。その後も攻め込まれながら無失点で抑えたサンフレッチェは3年ぶりの開幕戦勝利。巻き返しのシーズンへ白星発進となりました。もっと強くなりましょう。お願いします。ดีใจครับก็โอเคเป็นครั้งแรกของผมที่เล่นลงเล่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้รับการต้อนรับแบบเปิดหัวสวยงามเนี่ยก็คือแบบคว้า3แต้มในนัดแรกได้ในบ้านอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็มีความสุขกับช่วงเวลานี้天才以上に見どころ満載のゲームでしたね。さて続